新しいライブ音源を待ち望んでいる皆さん、こんにちは。紫輝くんのパワフルな歌声や騎士くんの魅力についてお話ししましょう。何度も繰り返される、極め、靴なら飛び出せ、じゃないと、というフレーズ。その情熱的な歌声は、私たちの心に深く響いています。しかし、オンラインで音源を聞くだけでは、その魅力は半減してしまいますよね。 あの舞台上での紫輝くんの躍動感や騎士くんの表情まで、すべてを音源だけでは感じられません。窮屈な気持ちから突破する力、それが紫輝くんのパフォーマンスから感じられる。そんな魅力ある瞬間を音源で楽しむことができれば最高だろう。しかし、現実はそう簡単ではない。紫輝くんや騎士くんの魅力をそのまま音源に詰め込むのは容易ではない。でも、それでもみんなが期待し、願っている。 なぜなら、彼らのパフォーマンスは、ただのエンターテインメントではなく、魂を揺さぶるものだからだ。ライブの魔法は、音源には捉えられない。海の息遣い、熱狂する観客の声援、ステージから飛び出す情熱。それらを体験することなくして、彼らの真の輝きを感じることはできない。だからこそ、ライブ音源の配信が待ち望まれるのだ。紫輝くんのパフォーマンスは、ただ楽曲を歌うだけではない。 彼の身体からこぼれ出る情熱は観客の心を震わせる。その力強い歌声はまるで心の奥底に届くかのようだ。ライブでしか味わえないその感動をどうしても再び体験したい。そう思うファンは多いだろう。岸くんの極め、靴についても同じことが言えます。彼の歌声は単なる音源だけではその魅力を十分に使い切れません。オンライン上で何度も再生しても あの舞台での彼のパフォーマンスには及びません。確かに音源だけでは物足りないと感じるのは私だけではありません。ここには共感してくれる方々がたくさんいます。岸士君や紫輝くんの魅力を存分に感じたい、そしてライブでの彼らのパフォーマンスを再び体験したいと願っているのです。ライブでの紫輝くんの歌声は単なる音源では捉えきれないほどに魅力的です。彼がステージ上で歌い踊る姿。 観客との一体感、その全てがライブならではの魅力です。そのエネルギッシュなパフォーマンスは、私たちの心を掴んで話しません。オンラインで再生する音源では、その熱気や感動を十分に伝えきれません。岸く君も同様です。彼の歌声や表情、そしてステージ上でのパフォーマンスは、音源だけでは伝えきれない魅力があります。ライブでの彼の姿を目に焼き付け、 その瞬間を体験したいと願っているファンは少なくありません。音源だけでは感じられない興奮や感動。オンラインで再生するだけでは、あの舞台でのパフォーマンスを体験したとは言えません。私たちは、ライブでの彼らの魅力を存分に感じたいと願っているのです。そんな私たちの願いを叶えてくれる日が来ることを心から願っています。紫輝くんや騎士くんの舞台でのパフォーマンスを再び体験できる日が、 うちに訪れることを願っていますあなたは、ライブ音源の配信を待ち望むファンの一人だろうかそれとも、ライブ会場での感動を再び味わいたいと願うファンの一員だろうかどちらにせよ、彼らの魅力は唯一無二であることに変わりはない。彼らが送るパフォーマンスは、時間を超えて心に残るものだ。そして、その魔法を体験するために、ファンたちはいつも待ち望んでいるのだ。あなたのお気に入りのライブ瞬間は何だろうか どんなに時間が経っても、その感動は忘れられない。彼らのパフォーマンスがあなたの心にどんな印象を残したか思い出してみよう。そして次のライブが待ち遠しいと心から願ってみよう。